アップルマッキントッシュマッキントッシュ 128K 電源を入れ OS を作動させた画面の雰囲気がわかる例。左側の箱は増設した外付けフロッピードライブ。マッキントッシュ 128K は1984年にアップルコンピューターから発売されたパーソナルコンピュータ。同社のマッキントッシュシリーズの最初のモデル、初代マッキントッシュである。 発売時の名称はアップルマッキントッシュであったが後に拡張版のマッキントッシュ 512K が発売された段階でマッキントッシュ 128K と再命名された2495ドルという個人でも手が届く価格でありながらマウスによる直感的な操作インターフェースマルチウィンドウメニュー方式の操作アイコンによるファイル操作 それまでになかった美しい文字フォントなどを実現し、パーソナルコンピュータの歴史に革命を起こした一台。キーボードおよびワンボタン式のマウスが付属。3.5インチフロッピーディスクドライブ搭載。一体型の白黒9インチ CRT の解像度は 512X342 ピクセル。ベージュ色の本体ケースは、上部に手を入れて持ち運べる構造になっている。 ペイントソフトのマクペイントよびワープロソフトのマライトが同梱。なお、本機の発売と同時に、陶器用でマイクロソフト社発の GUI 式表計算ソフトのマイクロソフトマルチプレーンが発売された。マッキントッシュ 128K は徹底した低価格化および描画性能に重点が置かれて設計された。それを実現するために、 白黒 CRT が選択され、拡張性もあえて削られた。発売時の価格を2495ドルに抑えることに成功。この価格にもかかわらず、その性能は当時の1万ドル以上の中型機に匹敵するものとなった。こうして低価格と高性能を両立したことにより、マッキントッシュ 128K はまさに飛ぶように売れ、 その販売台数は1984年5月3日までに72000台に達したマザーボード。中央やや左、縦長のやや大きめの集積回路が CPU の MC68000。その左側に16個並んでいるのは D-RAM の IC4264。CPU はモトローラ68000。近年は MC68000 と呼ぶことが 一般的ラムは D ラムが 128KB。この 128KB のラムを CPU とディスプレイコントローラが共有している。データバスは16ビット。ラムは拡張できない仕様。ロムは 64KB。そのロムには、ブートプログラムおよび OS の一部のルーチンが書き込まれている。ロムは 192KB に拡張されたが、 ドナビデオコントローラと共有されるディスプレイの2 2イトフレームバッファに相載された。開発時、1983年の夏の時点では、リザと同じ5.25インチツイッギーフロッピーディスクドライブが採用される予定だったが、このドライブは信頼性が低かったため、ソニー製の3.5インチ容量4 0 0イトのフロッピーディスクドライブに変更された。 筐体背面ハンドシェイクはサポートされなかった。アップル社純正プリンターとしてはドットマトリクス式で 144dpi のイメージライターが販売された。発売年にちなみリドリー・スコット製作のテレビコマーシャル1984が1984年の1月22日のスーパーボールズバイブで放映され、米国では大きな話題を呼んだ。 128K を 512K にアップグレードしたもの。アップル社は公式の、ただし、かなり高額のアップグレードサービスを用意していた。マッキントッシュ 128K には、以下のいずれのキットも、単独でも組み合わせでも、追加することができた。すべてのアップグレード作業は、アップル社のプロの技術者が担当した。ロジックボードを 128K タイプから512。 K タイプへ交換するというもの。他にもアップル社は8 0 0イトフロッピーディスク用のキットを用意しており、そこには 512K ロジックボードへの更新と128クロームへのアップグレードも含まれていて、つまりそちらでもマッキントッシュ 512K とアップグレードできた。ロジックボードを 128K から 512K アップグレードして、 同様に筐体も入れ替えて、結局マッキントッシュプラスへとアップグレードすることもできた。マッキントッシュプラスの拡張キーボードも選択できた。開発関係者47人の署名。1982年初頭に作られたマッキントッシュの筐体の金型には、筐体の内側、つまりユーザーからは見えない面に、開発関係者のビル・アトキンソン、アンディ・ハーツフェルド、 スティーブ・ジョブズ、ジェフ・ラスキン、スティーブ・ウォズニアック、ジョアンナ・ホフマン、ジェリー・マノックら47名の署名が彫られていた。当器は、放熱が十分でなく、加熱問題が付きまとった。スティーブ・ジョブズというのは、静音なコンピュータが好きな人で、このマッキントッシュ 128K の開発時、ジョブズの判断で、騒音の元になりがちな冷却ファンを取り付けることは、見送られた。 という経緯がある。確かにそのおかげで静かな製品とはなったが、その代わりに加熱問題が伴ってしまったのである。例えばーキなどに、筐体内部のフロッピーディスクドライブドライブ等がひどく、加熱してしまい、一部では挿入した、フロッピーディスクのラベルが茶色く焦げ気味になる事態まで、起き、陶器は、ザベージュトースターというあだ名までつけられてしまった。ラリーピーニャという人物が、 当期の問題点を解消するための DIY 方式の安価な回収法の総計数百ページにも及ぶ以下のマニュアルを公表、出版した。ありがとうございます。